セリエ A 第33節のミラン VS インテルで退場した3選手への処分が決定した。22日に行われ、2対1でインテルの勝利に終わった同試合ではもともとのライバル関係に加え、結果次第で優勝が決まる一戦であったため試合終盤は荒れ模様の展開に。その中でミランの DF ダビで空振りや、DF テオエルナンデス。 インテルの M ・ f デンゼル・ダンフリースの合計3選手に退場処分が課されていた。イタリアのスポーツ裁判所は23日、その3選手に対する処分を発表した。93分にピッチ内で小競り合いを起こし、喧嘩量成敗の形でいずれもレッドカードを掲示されたテオ・エルナンデスとダンフリースに関しては、1試合の出場停止処分と、罰金1万ユーロ、約165万円、を課した。 また、95分にインテル MF ダビデフラッテージの顔面にパンチを見舞い退場処分となったカラブリアには、2試合の出場停止処分が課されることになった。その他、インテル戦で今季5枚目のイエローカードを受けた DF フィカヨと森も累積警告で次節のユベントス戦を欠場することとなった。